はい、どうも、哲学棟です。今回はですね、シーズン28、これも限定ビルドになってくるかなと思うんですけども、シーズン28でね、特に、強力なビルドの一つ、タルラシャーメテオビルド、アーケーメテオビルドの、魅力とね、奥深さ、そして面白さについて、JR100 1000回ぐらいね、タルラシャーで回しましたので、ちょっとね、率直にお話ししていこうかなと思いますので。タルラシャメテをね、もっと極めたいよっていう方の参考になればいいかなと思ってます。まずですね、タルラシャメテオなんですけども、CS 機の場合だとね、火の鳥の彫刻、装飾品セットっていうね、今まで、ここ、4シーズン、5シーズンか、ぐらい、最強ビルドの、一つとして存在していたビルドを上回る火力が出るってとこが、特に、注目されているところかなと思うんですけど、結構ですね、やってみたんだけど結構死にやすくて、難しいっていう方もいらっしゃるみたいなんで、そこら辺も話していければなと思うんですけど、タルラシャメテオね、とにかく、今回ですね、儀式の祭壇の効果の中に、クリティカルヒット発生時に、アーケンパワー3生成っていうのがついてますので、なんていうのかな、タルラシャセットそのものは、シーズン27ですね。前のシーズンに、大幅に、セット内容が変更されて、150もクリアできる、強力なセットに、生まれ変わったんですけど、それまではね、ちょっとセット内容古かったんで、もちろん面白いセットではあったものの、4属性の、ダメージを、メテオで戦っていくっていう、基本コンセプトは同じだったんだけど、火力的にちょっと今一つというところがあったんですけど、シーズン27では、主に氷のメテオですね、氷メテオを使った、タルラシャメテオっていうのが結構流行って、私も実際に、プレイしてたんですけど、なかなかね、確かに立ち回りは難しいところあるんですよね。火の鳥ほどに、むちゃくちゃ硬いわけじゃないんで、ちゃんと避けなきゃいけないし、あと、狩りの五行の効果ですね。15ヤード以上離れている敵に対してね、雷撃が当たった時に、防御がバフが発生するってことをちゃんと理解してないと、最初のうちだとね、一撃で食らっただけで死んじゃうってことも起きちゃうんで、死にやすいっていう人はね、まずカリニの五行の効果がちゃんと発生しているかどうか。左下にね、アイスアーマーの表示のが出てて、そこのところのね、バフ要素っていうのがかかってるんで、ストームアーマーですね。受けるダメージが減少、2秒間で出てると思うんですけど、このね、値がちゃんと出てるかどうかっていうのを大事にしてほしいのと、あとですね、アーケインの庇護ですね。こちらの、スキルの中でね、守護者の効用っていうのは、5秒間ダメージを受けないと、自分のライフの 60% 分のダメージ吸収の守りの障壁が出てくるっていうものになりますので、これはね、もう結構強いんですけど、もう一つ大事なのはこのアーケインの庇護なんですよね。敵を倒すと自分のライフの 2% 分のダメージを吸収する障壁が3秒間出現する。この効果は10回まで蓄積するというのがありますので、10体分のね、障壁ダメージ吸収っていうのが、効いてる状態になるという形になるので、アーケインの庇護結構大事なんで、エリートをもちろん取っていくのも大事なんですけど、雑魚敵をちゃんと倒して、このアーケインの庇護のストックを貯めておくっていうのも結構大事なんで、重要かなと思います。ちなみに、この守護者の効用とアーケインの庇護の、強いところっていうのは、まずね、これ 2% 分に過ぎないんですけど、1回分の攻撃は必ず、ブロックしきってくれるような形になるので、ストックが溜まってれば溜まってるほど、無敵の状態が維持できるんで、多少殴られたぐらいだと、アーケインの庇護はちょっと剥がれるぐらいで済むっていう形になるんで、アーケインの庇護、守護者の効用、この二つはね、外さない方がいいと思いますね。とは言っても、この二つのスキルはですね、ライフに依存して、吸収量っていうのが変わってきてしまいますので、パラゴンでね、生命力に振るっていうのも結構大事になってきますね。死にやすいっていう方は、多くは、生命力に全くポイントを振らない人っていうのが結構いて、さすがにそれだとね、もちろん150、パラゴンが高くなってきて、火力が出てくるようになると、結構押し切れたりするんですけど、
ただですね、障壁が破けちゃって、スクワットのネックレスですね、まあダメージが2倍になるという効果が切れちゃうことの方が、デメリットになってくるんで、なのでね、あとこういう結構ですね、ディアブロ3は床にね、いやらしいものを置いていく、まあ毒だったりとか、マグマだったりとかね、そういうものを置いていく敵がすごく多いので、なのでね、やっぱりライフをある程度振っておくとね、まあ今こうやって見ていただいているように、それほどねライフがしょっちゅう、減ってるように見えないかなと思うんですけど、ライフはある程度余分に振っておく、まあなんていうのかな、まあ私は400ポイント振って、あと、装備品にアメジストを入れたりとかしてますけど、やっぱりね、バカにならない部分がありますので、まあ最初のうちクリアできないよっていう人はちょっとライフが足りてないんじゃないかなっていうところが結構あるので、まあそこをね、見直していただくのがいいんじゃないかなと思いますね。で、まあ当然ながらなんていうのかな、火の鳥と違って、もう敵にインファイトでガンガンさ、突っ込んでいくみたいな、そういう立ち回りはできないので、まあちょっと雑魚的の攻撃っていうのかな、そういうのも避ける必要があるし、あとまあ地下マップとかでこう雷撃オブジェクトっていうんですかね、一定時間ごとに雷撃を食らわしてくるようなオブジェクトが置いてあったりすると、結構障壁破けちゃったりすることも多いので、ああいうものはまあ破壊するか、まあテレポートで早く通過してしまうのは結構いいかなと思いますね。で、あとね、死んだ時の立て直し方とかも結構ね、ご質問が多いんですけど、この130キルとかこういう風になってる状態で死ぬと、まずね、ネファリムグローリーですね。この、まあ、10キルごととか、キル数ごとに出てくる、2倍のオーブっていうのは結構重要だよって話を以前からしてると思うんですけど、そちらの効果がリセットされて、で、キル数に関してはそのまま維持されちゃうんでね。死んだらね、キル数が多い状態で死んだ場合は、まずね、落ち着いて、すぐ蘇生してしまうんじゃなくて、キル数がリセットされるのを待った方がいいですね。で、まあ、ゼロカウントからまた新たに、まあ、立て直した方がね、いいので。なので、必ず、死んでしまった時は、キルがゼロになるまで戻ると。で、結構ですね、タルラシャメテオはキルが、切りにくい、ところがありますので、なんていうのかな、特にストームアーマーとかファミリアとか勝手に敵がいると発動しちゃって、そこにメテオ落ちちゃったりしますので、まあそういう場合はね、このホーミングパッドですね、従者にホーミングパッド入れとくと、まあタウンポータルがね、敵に殴られても中断されなくなりますので、こいつ入れといて街に戻ってキルを切るっていうテクニックも大事になってくるかなと思いますね。まあなんだろう、タルラシャの魅力と言いつつ、初心者解説みたいになってきてますけど、結構ね、そのキルの管理がうまくいってなくてタイムが更新できないっていうことも多いので、そこは注意が必要かなと思いますね。まあ結構ね、このタルラシャアーケインメテオって、まあ結局ですね、クリティカルヒットの時にアーケインが生成されて、で、アーケインの量が、メテオを落とす時のアーケインの量が多ければ多いほど火力が出るっていう仕組みになってるので、まあ、敵を集めてくる。つまり、なんていうのかな。まあ、例えばエリートの群れが、2ついた時に、それをさ、1個1個殺していくよりも、たくさん集めた方が火力が出るんですよね。なので、まあ、例えば、雑魚敵取る時にしても、なんていうのかな、10体で倒すよりも20体でまとめて倒した方が、効率がいいということになってくるんで、結構ですね、ディアブロ3にとって奥深い要素の一つである、まあ群れの管理、まあなんていうのかな、英語だとクラウドコントロールと言われたりするんだけど、まあクラウドコントロールって結構敵の体制管理とかそういう意味合いも含まれてるんで、なんていうのかな、クラウドコントロール、つまり、まあ、群れをね、集めることだっていう、イコールの関係ではないんだけど、まあ、クラウドコントロールの概念の一つの中に、まあ、群れを集めてきて、まあ、戦闘を有利にしていくっていうのがあるんですけど、結構ね、まあ、クラウドコントロールの概念っていうのがね、まあ、タイムを出していく中で重要になってくるっていうところも結構面白いところかなと思いますね。まあ、いかにしてこう、エリートを集めようかとか、そういうところも大事だし、あとね、まあ、距離ダメージを出しやすいビルドになってくるんで、税の復習石とか、あと、なんだっけな、パッシブスキルの、精神の渇きの効果
も結構重要になるんですけど、結構ね、これもよく聞かれるんですけど、かなり距離取らないと、マックスダメージ出るようにならないんで、まあ、これぐらいかな。テンプラーに、こう敵をタゲ取ってもらって距離を取るっていうのが結構大事な立ち回りになりますね。このゲームこう、なんていうか、画面のさ、見下ろし視点なんで、方角によってさ、描写できる範囲が違うんですよね。なので、上方向にいるときは短い距離しか見れなくなっちゃってますので、なんていうのかな、かなり距離は取らなきゃいけない。画面外に敵を出して倒していくっていうことも大事になってくる要素なんで、まあ、なんていうのかな、距離が、遠ければ遠いほどダメージ出るんで、まあ、取った方がいいんですけど、あまり取りすぎちゃってもダメなんですよね。すごく距離が離れると、そもそもその、エリートへのターゲットが外れちゃうっていうことも起きてきちゃうんですね。お、4900になりましたね。なので、まあ、エリートのターゲットが外れないように、まあ、ある一定の距離を保つってことも大事なんですけど、あとですね、結構この CS 版のタルラシャウィザードに関しては、うまくね、こう、ターゲティングをしてても、そこにメテオが落ちてない時があるんですよね。エリートのとの間に、まあ、雑魚敵が挟まってたりとか、あとですね、障害物があったりすると、その障害物の手前にね、メテオが落ちちゃって、なかなか当たってないって時もあるんですよね。なので、なんていうのかな。ダメージの入りが、まあ、距離を取ったんだけど、あんまりよろしくないっていう時ですね。そういう時は、ちゃんとメテオがその敵のところに落ちてるかどうかっていうのも、ちょっと確認した方がいいですね。今みたいにすごく距離を取ると、まあ、メテオの最大、落下地点っていうのかな。それを超えちゃったりとかするんで。なのでね、逆に、なんていうのかな。距離ダメージを出すはずが、ダメージが出ないっていうことにもなっちゃうんで、ちょっとそこは注意が必要かな。あと、ま、祭壇効果についても未だにやっぱり聞かれるんですけど、メテオ、なんだろうな。うちのチャンネルだと火の鳥ウィザードについての動画とかもたくさん出してるんで、まあ、それと結構ごっちゃになっちゃう方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、祭壇効果に関してはですね、基本的にもポーションはどんどん使っていくのがいいかなと思うんですけど、まあ、なんだろうな。ポーションの元々の使い方、ライフ回復っていう要素も、まあ、タルラ社の場合だとね、結構大事だったりもするので、まあ、ちょっとダメージを食らいそうだなっていう局面になったら、あえて取っといて使うっていうのも、序盤だったら大事かなと思います。死んじゃうよりは、ポーションをライフ回復の手段として使った方が安全なこともあるんで、まあ、使ってもらうのと、あと、従者に関してはやっぱりテンプラー一択ですね。一択ではないね。なんていうのかな。火力が伸びてきて、しにくくなったら、より攻撃寄りのさ、エンチャントレスとか、あと、スコンドレイルのね、まあ、ナイトベールとか、そういうのを活用していく方が、火力は出るんで、高パラゴン隊になってくると、必ずしもそうとは言えないんですけど、まあ、基本的に、まあ、序盤のうちは、テンプラーにしとくと、楽かなと思いますね。やっぱり、ダメージを、食らっちゃう時も多いと思うんで、そういう状況だと、やっぱりテンプラーで、まあ、しっかりと、ライフを回復しながら、やった方が楽なことが多いと思いますんで、慣れるまではテンプラーがいいかなと思いますね。はい。あ、結構これ、いいマップですね。で、こういう時も結局、こういう広域マップで、こう敵をさ、大量に集められる、瞬間とか、そういうのもね、やっぱり、タルラ社の魅力だなと思いますね。まあ、火の鳥ウィザードってやっぱ無限テレポがすごく強いし、まあ、私もなんだろうな、火の鳥ウィザードでの3分台っていうのも今回のさ、最終目標に掲げてるんで、まあ、火の鳥ももちろん魅力的なんだけど、やっぱりこの攻撃範囲の圧倒的な広さですよね。まあそこはやっぱり火の鳥にはない部分なんで、まあタルラ社のこの醍醐味っていうのはこの一気にこう、群れそのものを壊滅させられるだけの大ダメージを与えられるというところだと思うんで、まあ特にね、まあこのゲームやっぱり、
仕組み上ですね、ベースになるダメージが伸びれば伸びるほど最終的なダメージも、伸びていく。つまり最初のダメージが、火の鳥と、タララ社で、まあ、例えば同じ、2000レベルで比べたときに、まあ、圧倒的にやっぱりタララ社の方が強かったんで、まあ、やっぱり終盤こうやってレベルが5000近くまで上がってきても、そこの優位さっていうのかな、それはやっぱり崩れない部分があって、まあ、結局なんだろうな、すごくタイム更新上位の方を目指そうとなると、エリートのね組み合わせとか、そう、まあ密集具合とかそういうのも大事になってくるんで、まあいい勝負にはなるとは思うんだけど、やっぱり最大ダメージ量っていうところで、やっぱりタルラ社には及ばなかったか、及ばない部分がありますので、まあなんていうか、レベル差があればあるほど、その火力差があるビルドの場合は火力差もさ、開いていくという形になるので、なんていうのかな、2000の時の、まあ、火力差がさ、5倍だったら、まあ、5000の時はさ、10倍に開いていくみたいな形で、もともとの値の違いが、まあ、最終的な結果の値をさ、大きく変化させちゃうっていうところが、まあ、このゲームの場合あるので、なので、なんていうのかな、まあ、もともとのポテンシャルが高かったので、まあ、レベルが上がってきてもタララ社はやっぱすげえ強いなっていう感じですね。特に最近とかは、まあ、私自身のプレイングがスキルが上がってきて、結構さ、まあそんなに言うてダメージ食らって死んじゃうとかさ、まあもちろんあるんだけど、そういうことも少なくなってきたんで、なんだろうな、まあそこもやりがいなんですよね。まあ結局いいマップが引けても、その時にそれにふさわしい、そこで最高タイムを出すにふさわしい技量が備わってるかっていうと、そういうわけでもなかったりすることもあるんで、まあ序盤でものすごくいいマップが引けたけど、なんか自分のプレイングスキル、そしてパラゴンが、パラゴン的にも足りなくて、記録が出せなかったとか、そういうなんていうのかな、悔しさっていうのも結構大事だったりとかすると思っていて、まあ次神マップが来た時はそれを生かしきれる、立ち回りをしようみたいな、こう、まあ、毎日こうちょっとずつタルラシャ面白いと思いながらやり続けてたら、気づいたらもう1000回近く回してるみたいな状態になってるんですけど、まあなんだろうな、まあ、特にこのアーケイン型って、まあさっき言ったように、マナ生成のね、能力がついてるから強いっていうところがすごくあるんで、まあ、ノンシーズンに持ってってそのまま使えるビルドではないんですよね。だから、ぜひね、このシーズン28のバフが効いてる間にね、一度は試してみてほしいなと思ってますね。まあ、あとね、結構聞かれるのは、氷型どうですかっていう話なんですけど、氷型もね、もちろん強いし、それで結果出してる方、3分台の記録出してる人とかも、いらっしゃるんですけど、ちょっとね、氷型の上の方の記録に関しては、ちょっと怪しい方もいらっしゃって、まあ、要するにこのゲームってパラゴンが高ければ火力が上がっていくので、まあ、なんだろうな、ちょっと、チートツールなんか使っててパラゴンいじってる方なんかだと、まあそもそもなんていうか装備品的には怪しくないんだけど、パラゴン自体がむちゃくちゃ高いから火力が高いっていうこともあるので、なのでまあそこを、あ、高レベルになってくると、氷の方が強いんですねって単純に捉えちゃうのは危ないかなっていう感じがしますね。もちろんね、氷型が好きで氷型でね記録出してるガチ勢の方もいらっしゃるんで、まあそういう方の記録は正当なものになるし、もちろん氷型のメリットっていうのもあるんですよね。常にアーケインパワーが最大値に近いもので維持できる、っていうところがあるし、まあ、なんていうかな、発動速度も速いんで、周回速度も速いっていうところもあるんだけど、まあ必ずしもその上の方の、記録の中には、まあパラゴンが怪しいっていうものも含まれてるんで、まあ、氷型が、高パラゴンになってくると、アーケイン型を追い抜くとかっていうのは単純には言い切れないかなと思います。一般的にはおそらくアーケイン、今シーズンだったらアーケインメテオの方が火力は出しやすい
うん、まあ、立ち回りもね結構難しいんじゃないか、そのさっき言ったように敵の数を増やせば増やすほど、火力があるんで、なんかちょっと、前回のね氷メテオの方が楽でいいなって方もいらっしゃるのは分かるんですけど、一回試してみるとねかなり火力差があることを実感できるかなと思いますので、まあなんだろうな、おそらくこのビルドに関しては今シーズン限りのものになってくると思いますので、ぜひね、今のうちに触ってみてほしいなと思います。まあ装備品は氷メテオと共用で使ってもいいわけですよ。まあ私スクワットが属性付き出てないんであれなんですけど、オーギルドとかで、まあ、属性ダメージだけリロールするとかができるんだったら、氷型とね、アーケイン型で両方用意してもらって、でスキルちょっと変えるだけで、構成も変えることができるんで、なのでね、両方用意しておくといいと思いますね。まあニルフルとか基本的な装備品は全く変わりませんので、スキル構成とあとまあスキルダメージの部分の、リロールだけしてしまえば流用可能ですね。まあ、ぜひ氷型とあとアーケイン型で悩まれている方、あるいはまあ今までアーケイン型やったことないんだけどっていう方は、一度試してみてほしいなと思います。ビルド解説の方にね、今シーズンの、タルラシャメテオ型のね、タルラシャアーケインメテオ型の、詳細な攻略動画、まあ装備品とスキルの解説動画と、あと、まあ実際の150の、クリアのための、ね、立ち回り解説等がありますので、まあ、合わせて見ていただくと参考になるかなと思います。まあね、非常にこう、まあ、群れをうまく集めたりとか、自分がライフをね、削られないように、立ち回ったりとかっていうところで、まあ、工夫のしがいのある、ビルドの一つになってくるかなと思いますので、ぜひ、シーズンの残りの期間もね、タルラシャメテを使ってみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。